まだあと2ピッチぐらいあんのかな、ケンさん。いや、これでラストのはず。このワンピッチで終わりのはず。いや、もう2ピッチあるはずよ。ちょっとここ、落石気つけて。な、行きまーす。気短いないって。あ、もう一本60とかいったな。もういいや。これどこや。ラックラック。ラック。これだね。これ。あと 5? あと5です。届かんのやろな。藤本ちゃん、終了点作ってるな、これ。うん、もう、うん、作ってる。5言われてるから。ロープいっぱい！ミレ会場。フィックス OK です。登ってください。どうぞ。いいよ。スマイル OK。 あ、でもそこまで来てる。いや、そこ確信。あ、そう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 、うん、こう通るから。そのままこのラインかな。あー、もういや、俺もちょっとそれ考えてるんです。その方が早い、うん、早い登れるからってことやろ。そう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 、ゲン、うん、さんすごい絶対時間かかるから、うん、え、ミスター藤本さん、日中ショーマイキー、ケンさんにも登れって言うて。ケンさん、登ってください。え、怖かった。怖かった。分からん。浮き石が怖いんだよ、あの奥のやつ、うん、あそこ、あれが動くからさ。あそこにね、あのスリングかけようと思ったんだけどさ、ケンさん用の。これ撮ってると思う。撮ってないですか。撮ってる。お前下向けとかない。あ、いけるいける。何お前は俺のお前アッセンダーを置いたまま無視してんだよお前。最低やな。ケンさん回収してくれるから。お前ほんま最低やな。とりあえずセルフ撮ってね。役の後やろうと思ってますよ。先輩に借りてる。こんなとこお前セルフいらんわお前。こんなアンテナ。いや、セルフっていかんって。いかんか。クラウド見てくからさ。なんて。どうやって行く？登る。そこは登んねん、ケンさん。思い切って行って、ケンさん。落ちても大丈夫。取る方、いよいよ、すまり取っちゃって。どんどん登ること考えよう。え？ちょっと出す？こんなもん？テンション？はい。すまりこっち来て。ピンピンに貼っとかんと、うん、ケンさん登られへん。感じてもらうからな。多分あと3分ぐらいしたら引きずり上げてっつ言うかな。実をリード行きますって言う。いや、忘れとったんですよ。
忘れてた。うん。いけるけんさん。どっちでもいいけどね。じゃあ重たいねめっちゃ。もうハリハリやでけんさん。じゃあもうセルフ解除いいっすか。ちょっと待ってよ。けんさんまだ引っ張り上げなあかんのじゃん。うん。頑張ってください。あそうかもうあのあれか。もうラビットノートにしてるからもうビナ書き換えるだけでいけんのか。うん。実をスタート。スマツツ、スマツツ頑張。スマツツほんま分かりにくいにやめてもらっていいですか。いや、いけるって。いける。実を。あ、お前。あ、うわ、怖っ。お前。あとでしばくお前。人のせいにしないでくださいよ。だってね、お前が今落としたんじゃ。え、嘘。ほんまや。うん。なんで？スリング一本下ろしをし、ちょっと待って、ケンさん、俺ビレ中やで。みんなビレ中や。みんなビレ中。みんなビレ中やで。いけるやん、ケンさん。いってるやん。あ、雑穀谷だと 思えば。ハイキング。向けて上がります。うん。ケンさん、ここまで来て、ケンさん。そこに座っとっていけん。はい。無酸素運動。きつい。オッケーね、ゲンさん。はい、っしゃ。ビレ解除します。はい、え、セルフ取らねえの？ん？セルフ取らねえの？もう座ってるから大丈夫や。いるからゲンだ。あとこれワンプレッシャーかな、終わりやろ。今日もトラブマセルのは、藤本大先生のおかげです。あ、藤本ちゃん気をつけてよ。え、大丈夫、大丈夫、大丈夫。やばいだって、俺、うん、ビレもせずに。うん、そうそう、もっとこっち来るさ、うん、やるなら。からさすっげえわ。え、リード？うん。今からバカにしません。藤本様とお呼びいたします。いや、そんな俺難しくなかったけどな。いや、届いとるんやん、ガバに。そう、多分そうやで。そう、俺もあれ思った。俺ちょっと届かなかった、ね。俺見えんやん、膝入れたもん。うん、だから藤本ちゃんだから簡単に言っちゃうんだよ。届くもんで。うん、足も届かんから、もう膝入れなしゃあねえじゃん。ズボン破けるから、まあ、ええって。あと6メーター。クライミングシューズやったらもっと楽に上がれるよ。クライミングシューズやったら楽よ、うんうん、でもまあ別に登山靴で十分。いやクライミングシューズ持ってこなかったジジイほんまに人の登山靴買ってもらうならいやほんまに意味わからないな。ゲンさん分からん。いやだってさ、何かやったら俺がいろいろ持たなきゃいけないって分かってるから、うん、いやクライミングシューズなら楽よこれ、うんうん、クライミングシューズやったら楽勝やわこれ。さっきみたいなもんで藤本ちゃんに俺の右足乗ってない時間だもん。はい、ビレ解除 OK。 たぶん藤本ちゃんさ、うん、俺の5歩分が5歩分で来てるから、うん、早いんだよ。穂高の岩をさ噛み締めて楽しい。ケンさん、オッケー、登って。はいはい、ロープ上げて。え、あ、ロープ出さなあかん、うん、いや、ロープ直した、もう。え、ロープ直した。これで行こう。マイキプロテクションバッチリ決まってた。オッケーさ。うん。だからお前はまだ初めてやん今日。だから決められたところでしか取られへん、もちろん教えてないんやから。そう、俺はその決められたところでビレなんてせえへん。でも爽やかね。好き勝手に。うん。うん、いやだから、うん、あのバリルートだから。うん。ただ俺とかケンさんはもうあるものは、うん、あるものは上手に使うだけ、うん。俺はそういう錆びたハーケンとかを信用してないから。うん。口の中やばいか、やばくねえやろ。また変なとこかきたね。うん、でもあのどこやったっけあれ、ん、サミンやった。サミね、うん、あ、じゃあ藤本今日、うん、そうそうそう、うん、これまたね、これはこんな、そっちから取るわ。見たけいよ、ケイさん次そのままリードしちゃって難しくねえから、うん、セルフ取りっていくか、うん、ロープ外す、うん、もうケンさんロープ外して俺つけていくから、はい、これ便利やな、エイジェルで使うのに。噛む噛む、これ買おうかな。エイジェル用法で実はビレ、実はビレ頼むぞ、うん、あ、12時まで抜けたら、まあちょっと
もうちょっと後ろ下がれる。自分がやってる。これね、ここ落石注意。落石注意。それ落とされたら3人かなわんな。いや、かっこいいな、その格好。この格好写真撮ってやってくれや。動画待っ、動画待っとんかな、これ。待ってる。これ、あ、ちょ、トラバスか。うん。トラバスやね。でも、少し被り見えてきとるやろ。うん。これ多分左側のいけるからね。左？うん、あの間か、そうそうそう、あの間抜けんの安全やと思うで、こっち、ここから上がってるやつ、ここまで見たことあるわ、うん、けどなんかむずいとこから上がってねとか言って言っとる、むずい、なおむずい、いや、あ、ここから登れがあったんじゃない、ちょっと上行ったところね、海側から、うん、これケンさんむずいんちゃうか、やめてくれ、あのね、おう、もうちょい降りて民家、あの右行って左、これとかあるやろ、え、ちょっと右、1メーター、2メーター右から、2メーター右行って、まだまだ、あ、ここか、ここだったら我慢あるし、ああ、はいはい、ケンさん基本我慢でもダメだから、そこ案外楽でしょ、残すつもり？それ左にトラバース。左。その足のまま、足と。うん、そうそうそう。その岩の半そこ。いや、怖いな、怖いな。あ、かぶっとるんや。かぶってる、めっちゃ。いや、結構。いや、怖い。それ左足無理よ。おお、怖い。やっぱりトラバース、あの右から巻くか。いいよ、左から巻くじゃん。そこさえ残しては楽勝みたいやけどな。そこさえ残しては、今のとこさえ残しては、それかもうその間ですよね。その、そうですね、もう一個左の。もう一個左、もう一個左。ちょっと足すめやなるけど。うん、そうや。ちょっと。我慢さえ届けば。ここを持って、左に行けるね。そりゃ。ああ、はい。そうそう、その間。それどうですか？待ってよ。藤本ちゃん届いてますよ。俺とケンさん届かねえんだよ。届かなかったらすりごろしてくれ。すりが正しいかも。ケンさん、ガムとすりごろ持ってるじゃない。あ、これだけやろ、右の。ケンさんが合ってないですよ。いや、ここケンさんいける今の。やばい。めっちゃかぶってんで。いや、もう無理や、これクライムダウン無理や。どう？このロープの後このラインで登らないねえ。だるだるで、だるだるやったらあかんか。いけるいけるいける。いける、その辺で一個人に取って。取れる取れる。え、いらんけど俺、視点。いや、俺ら的にいるの。検索しよう。そこで取った方がええんか。残した時点で取った方が。よかったんですけどね。あ、あるある。もう残地で取るわ。オッケー、行くで。
ザイルマイデイ。フィックスオッケー、登ってください。な、フィックスオッケー、登ってください。はい、これから登ります。部長、もうちょっと景色はさ、登りながら景色楽しむか早い、登ってくの早い世話しい。まあ悪いことじゃないけどね、娘パーティーも呼ぶし。最高やね。うん。で、あれが釣り終わりね。あ、そう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 。あ、まあまあ高度上がるな、あれ。結構あそこ大変だと思う。登り返しが。マイキ、でっけえ。すっげえ。最後あれやな、山頂。これも外しますわ。ええな、お前こんな初めてで、お前どこばっか行ってるやん、初めてで。藤本さんのおかげっすわ。お前で、お前。マイケルって呼んでんで。はい。スリング垂らせちゃう。いや。もう無視しとこうか。うん。聞こえへんから。ケンさん、はい、登って。マイケルってさ、ここでお前を呼ぶ理由は100ないはずやからな、うん、俺らが想像できる範疇ではな。 100% 助けてくれやね。もう確信超えてるやろ。あ、もう超えてます、超えてます。超えてるよな。うん。ケンさん、どないしたんすか。最後、ケンさん、簡単やし、リード行こうか。いやだ、もう耐えてくれ。俺が面白いだけじゃん。ちょっと揺れたら、さすがって。なんか、母ちゃんビレーして。母ちゃんも、交代でビレーしてる。まあ、いらんやろうけど、一応缶持って行き、もうフリーで行けるやろうけど。あ、でも、あの上にさ、一般人いるからさ、すごいじゃん。やつが、カムいっぱいつけといて。つけとけ。一般人でも見た感じほとんどおらんかったで。ほとんどおらんかったんだ。はい、行こう。はい。最初の道お願いします。はい、行ってきます。いいとこやろ。いいとこ、最高。カッサンどこまで行けたんですか。あの、ここ敗退してるけど。あ、そうね。で、2回目は3人でいて、1人がもうなんか登れる雰囲気じゃなかったから、ちょっと、ああ、人生ミスかな。どういうこと、登れる雰囲気じゃないって。いや、だから、もうビビりすぎちゃった。ああ。マイケル、初アルパインやのに。まあ、あいつフリー登りまくってるわ。あ、そうそう、やっぱ、すごマイケル、それ下さ、ちょっと岩噛んでない？下、下、下。下、あの、こっち見て、こっち。そこ岩の中入ってない？ロープ。上通しとこうか、うん。ツーリング。さっきのピッチ？出だし出だし。いや、もうやっぱり難かったわ。いや、だから俺下から好き勝手言いやがってって思っててん。みんなね。うん、俺が悩んで行ってんのに。で、しかもケンさんが行きやすいルートここかな、うん、こっちかなって悩んで行ってんのに、もうほんま好き勝手言うから。うん。いけやな。
あかんわ。ピナクルあかんわ。アルパインハイキング。実王の初アルパインハイキング。どないしよう。もうこれ、あーまあええか、上がるか。一般人結構おる。これはカッコつけれるわ。あばよんピッチ切らなあかんかも。あと何メーターっすか。 8はい、 5はい、はい、はい、セルフ取りました。はい、俺先行こうかな。うん、おロープアップ。ちょっと待って、ロープ上げていいですか。はい、アイペイ。はい、はい、フィックスオッケー。はい、ほな、登るわ。下手したらもうワンピッチあるかも。あ、うん、そうか、こっから懸垂か。あ、その上、あ、いけるか。マイキー、あの、カムバチ聞きやねんか、全部な。はい、ただな、あ、孤立はあかんわ。うん。動いてるから。うん、あの、浮き石やからさ。あの、あれやね。あんまり奥まで突っ込みすぎたらな。はい、今度カム抜くときって前に押すねやん。だからもう抜きしろがなかったら、カム抜けへんくなんねやん。あのギリにやっぱみんな最初は突っ込んでまうから、結構全部ギリまで入ってるから。勝ちはまだワンピッチあるやん。あ、ほんとだ。ね、あれそうやんね。やっぱあれここ懸垂じゃないの。いや、ここ懸垂で多分、うん、いやこれ、あ、懸垂か。うん、懸垂してない行かれへんこれ。あ、そこ懸垂かな。わからへん、ちょっと行ってみな。これ池江さんいいよ。あ、懸垂ポイントあるわ。おう、
あ、着いた、はい、オッケー、じゃあコールしてロープダウン、はい、ロープダウン、オッケー、リスク管理がちゃんとできてんね、ガッチャンは俺と違って、まあ職業病ですわ。いやでもさ、アブラコフとかでさ、うん、あの降りるときやっぱ怖いもんね、絶対あれだもん怖いな、え、V字スレッドのことやろ、そうアブラコフって、うん、バックアップは取らへんで、ガッチャン、うん、いい、いいよ、なんか最近あれだよね、ここで取る人多いよね、いやあのひっくり返った時さ、頭が下に行くから、ビレループで取ってたら、ああなるほどね、うん、ひっくり返んなよっていう話やけどな、うん、落石、うん、重いんすけど、ガチャすそしゃあないやんか懸垂は怖い、そうなの、いやい、だって一番さ、うん、死亡事故ナンバーワンじゃん、ああそうだね、確認してね、ああチェック大事や、ほな降ります、そろーりそろーりそろーり、よいしょ、おガチャン、ここはロープなしでいけるよね、出す、最後ケンさんが仲良くする、オッケー、ケンさんが投げるかもしれない、なんかバテバテやからな、うん、いやそうそう、だからもうケンさんのコンディションに合わせて、これ誰さん回収つく、ケンさんこっち来て、いいよ俺もらう、もらうもらうもらう、重い、ちょっともらう、ほなもうガチャン、もう最後もうロープ出てるし、もうロープ出そうか、うん、でもこの人が浮いてるわ、おお、うん、最後もこれが怖いな、ロープ出しとこ最後ビレ解除、ガッチャンビレ解除、無視はこっちね、ビレ解除了解、やっぱ違和感安定しないもん、うん、最後の最後やつはい、つかれ、すごく見える、絶景ですな、うん、クソやりが見えるぜ、クソやりが、クソやりが見えるなゴミやろ、こう見た槍もそんな遠ないな、うん、奥方から6時間ぐらい、まあ1日で行ける距離だからね、 あの重装炉もおもろそうやな、うん、ちょっと待ってな、あちこち撮る、お客様、そういうことじゃないんだ、西方見えてる、西方、うん、見えてる見えてる、どれ、あのなんだっけ、あれがなんだっけ、赤岩か、赤岩の隣のあれが西小田ピークだね、中央か、分かれへんわどれか、あのちょうど青、緑してるピークあるじゃん、うんうん、うん、あれあれ、うん、あれにしよう、あ、マジで、うん、西小から奥、こうやって見たらめっちゃ近く見えんな、うん、まあもっともっとそっち、あ、これ B、お疲れーす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 、ビレ始まってからケンさんの登った写真を撮れてね、穂高の感想で来えへんの、いや、もうちょい来えでしょ、ああ、ここからも何時間あるもん、まあそうか、しっかりあるもん、できたんだ、あの、長次郎のあの
元次郎元次郎だ。あ、そうですそうです。はい。やっぱり。はい。元次郎の滑落メンバー。そうそうそう。やっぱり、はい、なんか見たことあるなと思って。俺らは滑落してる。僕らは救助活動。ね、はい。私もあれ見てすごいなと思って。滑落救助隊。本当大変でしたね。いろんな意味で。トラウマですからね。でもこうして登れることができてます。また。はい。すごいこんなとこでお会いするとは。ザック持ってきたか？どっから登ってくるの？11時35分、登頂。お疲れです。お疲れさんです。11時35分、前穂高北尾根登頂しました。イエーイ。4度目の正直年間の前穂北尾根。お疲れさまです。イエーイ。いや、ケンさんリベンジになってよかった。あ、よかった。これで源氏のリベンジが全部買ったの。俺それでも片付けたからな。これで買ったのにも借り返したよ。ほんまやな、ここまでおにぎり1個で来てんもんな。そうやね、でも頑張ったっすよ。頑張ったな、まあ、昨日のあのやっぱスタミナ飯だね。いや、ここでもうあるもん全部食ってもええで、うん、あと最後はあの穂高の小屋に逃げ込むや なんか何でも食える。でももう穂高の小屋で食わへんからな。何もないですよ、うん、何もないですよ。だって晩飯食われるようになるからさ。いや、食われんけど。その晩飯はハンバーグやぞ。そうそう、ハンバーグとカルボナーラあるから。やっぱり山は天気やな。天気天気。もうほんまに何でしたよ。この方は誰なんてやねん。書いてからでいいか。あの、そらそうです。あ、でも僕重いから。え、何言うてんねんお前。ちょっこでもちょっとガチャ渡そうかで。通れます。しずほじゃないか。通れる。通れんな。しずほ言うなお前。俺は思ってるよ。藤本ちゃんのことは藤本さんなんだけど。藤本ちゃん呼び捨てなんだね。藤本ちゃんが新ちゃん。しかも静穂こいつより10歳上やから。基本新ちゃんやったけど、なんか最近目立つわね。お前ほんま悪いな。あっちか北穂の山頂。前穂ね。前穂もう何穂か分からんねん、もう。もうでもちょっとやな、もう。静穂でええな、もう。静穂に来た。さあ、はい、よいしょ。OK。OK。うん、どっちか降りの。これ、記念に持って帰ってもいいか。あかんかん。打てないで、大丈夫。偽ピーク何個あった？それはダサいよな、マイケル。ダサいな。ダサい、ダサい。スニッカーズなんて絶対行動色残しとかなあかんやん。4つ買って4つとも全部食うとんねん、こいつ。行動色なくして先輩をシャリバテに追い込んだって。これもうめちゃくちゃでかいからな。お前渋いわ。あ、先輩にあの全部金出させといて、その行動色全部ですよ。それか。これなかなかできることちゃうで。この偽ピーク4つ目っすよこれ。このジジイも一緒に出てた。だから分かったんです。このクソガキが食うって言うから。任せよお前。マチョコ入ってるやろお前。何でそんなの持ってたの？ゾリ、うん、お前が持ってくの分かってたから。でも多分これからもずっと持ってこへんから。皆さん OK です。ただでもお前のは借りるって。登山靴。経験値の話や、うん、それだから専門の風俗ももちろん連れていくけど、うん、塾長専門の風俗も連れていくってことやんけ。いろいろ経験しなさいって言ってんだよ俺は。わかるか。そういうガキみたいな。